お疲れ様です。億万長者合宿で印象に残ったキーワードっていうのは、私ね、マイバッハなんですよ。いや、あれはね、すごく良かったなと思いました。何のために稼ぎたいのかってことがね、はっきりと言える人がたった一人でもいたかなと思います。マイバッハね、すごくいいじゃないですか。他の方はいろいろと、言われていたのかもしれませんけども、稼いで何をするかっていうことの印象がこの5年経った今でもね、残ってる人っていうのはそのマイバッハだけですね。でも残念ながら、そのマイバッハが欲しいと言った人がどんな人だったのかは思い出せません。ですんでね、こうやってね、印象が薄れていくんですよ。だからこそ思うんですけども、発信をね、ずっとあの時から参加者の方の誰かが続けていれば、その人だけが多分有名になってるんですよね。これが全てじゃないですかね。億万長者合宿に参加してくださった方のことを、今まで5年間ずっと取り上げていきたかったなと思うんですけども、当時発信活動をね、細々と続けていた方も、今になっては一体どこの誰だったのかなってことを思い出せないぐらい過ぎ去っていくんですよ。で、逆にですよ、億万長者合宿に参加もしてない人がこう台頭してきてね、で実績出したりとかするわけなんですよね。だから何に参加すればどうかじゃないんですよ。参加した結果、それをどう自分が生かしてきたかってことなんでしょうね、やっぱり。億万長者合宿ね、いや本当だから、その億なんて金額稼げるわけですよ。昔よく言われてましたけども、そのサラリーマンの生涯賃金がだいたい3億とかって言われてましたよね。そう考えていくと、雇われの立場ですら3億円っていうのはいくわけですよ。ただし、一生かけて3億円っていうんじゃなくって、できればね、10年ぐらいで稼ぎたいわけでしょ。で、もっと言ったら、それが3年とか2年とか1年ぐらいで1億とか稼ぎたいわけじゃないですか。そしたらそれなりに密度の高いことやっていかないと、さすがにね、毎日朝出勤して深夜まで働く人かけるその人の40年と引き換えにするぐらいのことが、やっぱどっかでやっていけないとね、それなりの対価は得られないんじゃないかっていうのが簡単な計算式だと思うんですけどね。はい、じゃあ、億万長者合宿、改めてよろしくお願いします。いってらっしゃい。